ジアの皆さん、こんにちは。ルートフィルムで曲がりアイニャ役を演じております声優の芹沢優です。アイニャちゃんはですね、まあ、主人公編の、ヤクモさんのアシスタントをしている元ヤンキーなんですけれども、実はすごくしっかりしている可愛らしいキャラクターとなっております。この子でしょう。そう、このブルーの子です。はいはい、そして私は天方ひとはちゃん、このオレンジの子ですね、を演じさせております、久保とみえです。ひとはちゃんはですね、その主人公編の、主役である監督が作る作品で主演女優をやらせていただいてるんですけれども、結構ストーリーが進んでいくにつれて、結構いい感じの役どころをやらせていただいておりますので、ぜひぜひ楽しんでください。はい、ルートフィルムは日本の島根県を舞台にしたミステリーアドベンチャーです。魅力的なキャラクターや遊び応えがあるゲーム性、そして何より緊張感あふれるストーリー展開はきっと皆さんも楽しんでもらえると思います。はい、今回アジア地域でローカライズ版が発売されるということで、すごいよね。ありがたい。で、私たちが関わった作品がさらに多くの方に触れてもらえる機会があるのはとても嬉しいことですので、ぜひぜひゲットよろしくお願いします。ルートフィルム反対字版ハングル版、まもなく発売です。お楽しみに。